はいさい、沖縄の鈴木です。今日は無限ナイツ、これをやっていこうと思います。まずはガチャなんですけれども、今ね、コラボガチャ、これを行われているということで、この日のためにいっぱい貯めてきました。というわけでいっぱいね、今日ガチャを、ね、試していこうと思います。はい、というわけで今回のショコタンのガチャ、これを目指してねやっていこうと思います。さあ出ろ、誰が出るかな。ショコタンレア、俺と一緒に国を大きくしていこうぜ。孫権か、まあいいか。はい、もういいや、ちょっとスピードアップ。ショコタン、ショコタン、なんでショコタン出てこないの。なんで出ないの。ちょっと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 、いやマジで出てこない。え、ちょっとちょっと、なんで、どうして、なんで、ちょっと出ない。はい、気を取り直して小林幸子降臨中。はい、このバトルに挑戦してみようと思います。さあ、いけるかな。お、ショコタンさん、お、結構曲かっこいいな。すげえラスボスって感じ。はい、ちょっとねコツを紹介します。何度かトライしていくとこういうパターンがあるので、敵のね、それを見ながらいくで、地面に丸いところが出てくる、ここに攻撃が来るんで、なるべくここを避けて、自分の舞台を設置していきます。両手を上げた時は両手を落としていくし、目が引っかかった時は、ちょっと遠距離のレーザーが出て、ほらほらこれレーザーが出てで、これはね一番前にいるグループにはあんまりダメージが来ないんで、はい、この時は後ろ側に配置してたもんね。まあちょっといろいろとまだまだテクニック考えなきゃなんないけど、でも、さあ、行くぞ。よし、アタッカー。よし。さあ、総攻撃だ。行け、行け、行け、行け。うわ、もっと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 。ガンガン、ガンガン行け。あと少し、あと少し。やばいやばい、時間ないぞ。さあ、1万300コンボぐらいいったのかな。で、おしまい。で、ダメージが2572万900、まあいいや、ちょっと桁読んでる暇がなかった。まあこんな感じで、トライしていきます。結構ね、ダメージ与えることができたんで、割といいところまでランキングいってるかもしれない。報酬が楽しみです。あー、ショコタンのキャラ欲しかったな。全部使い切っちゃいました、悔しいな。まだヒットポイント残念残ってるし、で他の要素としてクエスト、はい、このゲームはクエストとしてノーマルクエストとかテクニカルクエスト、まあ、とりあえずノーマルクエストいきましょうね。で今回は撮影はなしで、はい、で、クエストでいくと、まあ、こうやってストーリーで会話が出てきますね。で自分まだね途中までしか行ってないんだけど、まあ、こんな感じでクエストを進めていくことができます。あ、ここで食探キャラ出てくるの本当悔しい。で、はい、兵士を配置してバトルスタート、いきます。あ、相手が緑だから赤の方が、赤のキャラは自分がこれ持ってないんだな。どうしよう、まあいいや、こうこのまんま力押し、いきます。で、ガン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 、もう馬で攻めてきます。さあ、
ピードアップ、はい、あ、よく考えれば赤持ってたわ。赤持ってたっていうか、スケットのキャラが赤だったんで、はい、赤でいきます。敵さん緑なんで、こっちは赤で攻めた方がいいので、よしよし、違う違う、お、あれ、もう、はい、処理。結構クエスト、あー、目標兵力の倍ぐらい使ってるけど、まあこんな感じでクエストも進めていくようになっております。これね、結構ね、スピード感あるし、音楽もかっこいいし、はい、無限ナイツ結構面白いでしょう。ぜひね、あのダウンロードしてやってみてください。面白いです、マジで、うん。さて、というわけで、うん、こっちはまだこんな感じか。とりあえず対戦の方も見てみようかな。ちょっと、まあやっぱり無限ナイツをやっているいろんな方たちとの対戦を楽しむこともできます。で、対戦はね、相手がいろいろと自分のユニットをこうやって配置してほぼ自由に、結構自由な感じで配置してくるんで、まあ、それに合わせてやはりこちらも、はい、自分のユニットを出しつつ、敵のところに攻め込んでくるんで、今回はちょっとね、ランク12という方を選んだので、多分楽勝なはずです。こっちはね、もうランク26、7かな。で、もうちょっといいキャラ揃えたい。あ、向こうなんか三国志系で揃ってる。最終防衛ライン、うわー、またちょっと強いの来た。こいつら苦手なんだよな。うわー、柵が、よし、あと少し撃破、よし、あとちょい、よし、はい、勝利。いい感じで勝ってますね。というわけで、この無限ナイツですけれども、結構面白いです。はい、結構どころじゃない、無限ナイツですけれども、だいぶ面白いです。ぜひね、ダウンロードして試してみてください。自分のフレーズ ID、こちらに書いてありますので、この ID で、私申請もよろしくお願いします。そしてこのチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。